当に皆さんぜひやっていただきたいことがあるんですが、夢が叶った時とか物事がうまくいった時にですね、それをね十分恥や喜ぶ、その幸せを、感じるだけで周りの人に、ね、不意調する、あるいは叶ったことでこんなこと実現したんだよってことを、ね、言う、これがですね夢を次から次へと引き寄せる秘訣なんですね。ぜひねこれやっていただけたらいいなと思います。でもちろん望月に会いたいとかね、そんな夢を持ってるのは牧之内さんくらいだと思いますけどでもねここでねご縁を持った人たちと何かね協力関係が築けたりとかしたら、すごいですね。一人で夢を実現すると難しいんですが、二人三人五人とね、仲間がいるから結構簡単に夢が叶っていくんですね。でそれは私の人生自体が本当に一人で夢を叶えてきたかっていうと、そんなことは全然なくてです、ね、ほとんどが多くの人たちに応援していただいて夢を叶えてきています。でその話もですね、この2時間の中でぜひしていきたいなと思っています。そして皆さんは今はねちょっとね、まあ、ちょっと緊張してる、何を話すのかなとかねいうふうな感じかもしれませんが、お帰りになる頃はですねもうニコニコしてですね楽しくて、いや夢に挑戦しなきゃもったいないよね、なんで自分の人生幸せなんだろうというね思って帰っていただけるんじゃないかなというふうに思います。そのように一生懸命やりますので、ぜひ、参加してみてください。聞いていただけたら嬉しいな、そんなふうに思います。さて一番最初にですねお手元にレジュメがありますけども、これに沿ってですね、お話をしていきたいと思います。で最初のページを開いていただけますでしょうかね。目標を紙に書くといいよっていうね、ことが書いてありますけど、目標を紙に書くといいよっていうことで聞いたことある人書いてください。すごいですね、見てください牧之内さん、もうほぼ 100% ありがとうございます。これね世の中ではねこんなことないんですよ。ありがたいですね、渋谷駅で聞いてみてください、まあ、松本駅でもですね、目標を紙に書くといいよって聞いたことあるって言ってもね、何っていう感じだと思うんですね。ところがですね、これは本当にもし世の中で一つだけ成功法則があるとしたら、この目標を紙に書く、それに近いことだと思うんですね。まあこれだけでは十分ではありませんけど、目標を紙に書く、そしてそこからですね成功とか幸せがどんどん転がり込んでいくんですね。